大切な人が亡くなればその人に対して供養を行う。しかし私たちを生かしていただいている食べ物に対して供養を行う者はいない。その食べ物にも等しく命が存在する。その命をいただくことで私たちの生命はつながっている。その命に対して私たちの祖先は供養を感謝という形で祭事を執り行ってきた。感謝とは生かされていることへの供養の意味も含まれていたのである。命をいただくことをね、悪とは思っていないんですよ。悪じゃなくてね、感謝の姿なんですね。しかしね、命をいただいていいものと悪いものがありますね。例えばこの木の実の、木の実というのは一つに命です。これいただくことをね、神からいただいたと。だから、それに対して私に感謝すると。そのことがね、多分仏教とかで言ってる供養になるのかもしれない。まあ、この命、そしてその人の存在、それがね、神と直結しているわけですから。そういう意味で、ね、御事という言葉をお使いになったんじゃないかと。また人間にとって都合の悪いものを取り除くことがある。その罪や汚れを神様に引き受けてもらう。そのことをお祓いと言った。神社でお祓いを行い祈願するのはこのようなことからである。また多くの場合、罪や汚れは仕事をすることで起こる作用である。で、その罪や汚れというのはね、仕事をすることによってね、生まれてくる一つの作用なんです。その命をいただくことをね、私たちに罪を犯すことで、私たちにね、そしてね、それが枯れたり、腐敗したりすることをね、汚れていくというような理解をしたんだと思います。大きな仕事を行えば行うほど多くの命をいただくことになる。私たちの祖先はその命に対して感謝しお祓いを行ってきたんだ。そうやって私たちの傲慢さを払い謙虚さを保ってきたのかもしれない。日本人はやっぱ神社の人にとって、まず心の良いところっていうのがあるじゃないですか。その辺はお寺さんとちょっと違うところがあるのかなって気がしますけど。お願いして、その返事をもらってるような気持ちになって、それに向けてまた感激できるかなっていう感じです。三社から四社ぐらいちょっと回って帰る感じですね。先祖からもらって、まあ、お祭りをしているんですけども、まあ、それとは別にやっぱり神道でしょ。そんなことも来るければ、まあ、なんていうか日本人っていろんな宗教にこうなるからですね、どれがいいか分かりませんけども、なんとなくそんなにこだわりなくしてもいいのかなと思って。やっぱりなんていうんですかね、人間って弱いじゃないですか。人じゃなくて見えないものに、それじゃないかなと思うんですけどね。ありがとうございます。